まあね、やっていきたいと思いますよ。ね、まあ、いつものことですね、FF4 やっていきたいと思います。ね、最初謝罪をしたいんですけれども、タイム7、今7時間53分なんですけれども、前回ね、終了した時って7時間59分なんですよね。セーブせずに消したよな、昨日じゃねえよ。前回ね。あの後。決して気づいたわ、電源切ってやべえと思ってもう一回やりました。でもう一回やっちゃったから仕方ねえってことでシドニーは裸で死んでもらいました。今持ってますよ、こんな感じでね。あとは何も変わってない。エクスポーションとかアイテムとかはほとんど同じぐらい使ったんですけど、やっぱりやり方知ってたからハイポーションだいぶ使わずに勝ったな。うん、エクスポーション使いましたけど、あれはちょっとね、あれやっぱハイポーション使ってないとエクスポーション使ってないってなんかもうレベルが違うからね。よっしゃ、まあどこ行くんだっけ。ちょっとまあ王様探すのめんどくさいそうだしやめます。闇のクリスタルを探しに行こう。そのためのエンタープライズじゃけのみたいなこと言ってたんで、人がここなんだ。危ない危ない、事故起きちゃうから。これどこだ、これミスリルか、アガルトの村。なんだこれ、ドワーフの血を引くもの、アガルト。おえ、もしかして、え、何すんのこう、マグマの石。え、できた。嘘、早っ。え、アガルト、なんだ。銀のリンゴかと思ってない、実は銀のリンゴでっていうノリだったんだけど、まさかだわ。おーおーおー、アガルト住民大絶叫したよ。かったな、崩れちゃうかな。やばいんじゃないこれ、土石流とかえげつないことなってんじゃない。軽々しく やんじゃねえよ。底なしのように深そうだ。てる場合か、なんかやばくなったよ。あごめん、もうなんかお前に話しかける前になんかやらかしちゃったわ、ごめんな、悪い。マジか、あんなことになるなんてな。プラネタリウムがありそうな、プラネタリウムがありそうな、や、なんて、あ、最近月の様子が変で、お前見たわ俺。あれ動画に入ってたっけな、全然覚えてないけど、本当にて、あっこから覗いてんのね、月の様子をさ。武器屋とか、この辺か、この武器屋とかあったりする。で、これアイテムとかない。これ何、そのこれ何、ずんだ餅、何これ。あ、俺ちょっと防具の方が、ヤンの防具が欲しいっす。アイアンは微妙だろ、安いしな。アイアン150、ミスリルなんか3000とかしてたんだけど、ここじゃあ、ここには希望も夢も何もねえな、やめとこう。お、骨ビングウェイ、やった。シド、シド、シド、シド変えるわ。シド何する。お前木槌とかしか使わんからな。これ何文字入るんだっけ、6文字だっけ。あエスカリボルグにしようかなと思ったんだけど入んねえわ。何しようかな、他にハンマー使ってそうな、ハンマーの重たいやつ使ってそうね。いや完全撲殺天使しかもう出てこんかったんやけど、他にいるっけ、なんかイメージつかんな。分かんねえ、 DIY にしよう。まあ今度が日曜大工や。あのエンタープライズも DIY で作ったと言われているからな。いいんじゃない、結構いい、いいね、これこの並びいいな、いいものができた。ヤンがさ、やっぱ防御力ないからそれでごまかしてもらうしかないんだよね今ね。現状どんどん行こう。はて、忘れてしまったの、知らん。お前のご先祖の話はもう聞きとうない、聞き飽きたわ。
だだだだだ。オホガンシソンだったらよかったのに。なんかそれ聞いたな俺。そんな話を聞いたような気がしないでもなくもなくなくないな。何もね。うんうん。ああちょっとどいてよ。何もないから。ハイポーションとか買えないかなここで。買えたらいいんやけどな。買いたいです。でけ。あ、道具屋？ぐらい。買っとくか。いや、どうや。踊り子めっちゃ広いなここ。いいよ。音楽が違う。音楽全然違うやん。ボンバーマン敵みたいな動きしてるけど、これが昔から伝わる動き。先祖の名前ハドソンだろ。終わりそう。終わり、終わった。ありがとう。これもう彼とやっちゃい、なんかあいつまた踊りそうやからな。話しかけれねえね。へへ。闇なくしては光もまただし、昼があるから夜がある、すべて自然の説なり。ご先祖って人が言ってたんだって。びっくりした。このお嬢ちゃんが自分で考えたやつかと思ってさ、恐れおののいたわ。さすがに、さすがに恐れおののくせやわ。ちょ、待って。こっち行こう。お、早いっす。爆速ボーイ。大穴から来た。ギアが。うちのばあちゃん、村一番長生きなんて言ってたじゃん。古くからの言い伝えじゃ。ああ、これが井戸に、上行けって。上に行く努力をしろって。あいつ、あの絨毯から出たら死ぬ呪いにかかってんのか。お父さん、どうして僕はこの絨毯から出れないの？いや、それはね。おっと、すまないが、私はちょっと行くところがあるから、しっかりね、しとくんだよ。決して出ちゃいけないからね、その絨毯から。分かったみたいなね。うわ勝手に動きよる。おい、DIY のなんか独断と偏見で。あれは赤い翼。え、消えた。おい、めちゃくちゃ囲まれとる。おい、地帯食うとか。やばいじゃん、ボコボコされてるって、やばいって。しっかり捕まっとれい。エンタープロ、わ、すごい。わー !DIY、大丈夫か。誰かエンタープライズ辛抱してくれ。落ちるんや。辛抱ならず。入った瞬間やったな。バルさん、もうみんなの声全員変わっていくわ。バルーサだけ気絶したんかよ。みんな生きているのに、起きているのに、なんで主人公であるパラディである私だけ気絶しているのですか。朝倉、みんな無事か。お前だけは無事じゃなかったん。ああ、じゃあエンタープライズが行かれてしもうた。このまま特務の前でジャンダだ。仕方ない、降りてみよう。降りる行かないか。どっから降りるの。勝手に降りてくれたわ。え、都合の良さ。嘘でし、都合悪。アームドママル。いやー、炎の剣使いそうにないっすよこれ。じゃん。お、弱いぞ。だマグマン到達はさ、さすがに地獄の爪とかようわからんし、ポイント目にかけてもう殴ろう。祈り強い。やっぱ強えな、ジャンプ。オッケー。属性攻撃があればこんなもんよ。セーブしますか。コンフィグも変えないといけないし、コンフィグ変えよう。じゃあ、なんだろうな。じゃあ今回は
そうだな、スイッチの右のコントローラーにしようかな。ちょうど持ってるし、スイッチ。とりあえず紫色っぽくして、いや割と近いのでは、これなんか赤がもうちょい、はい、これなんか前も今こんな色作った気するけど、これでいきます。セーブします。よし入ろう。ドワーフの城、これご先祖ってやつか。ジオットがいる。ラリホー、出たラリホー。ゴロウェーザー悪いやつでも、あんたらそうじゃないよね。ドワーフといえばこの喋り方やな。何お前、私ルカ、私の人形たちがいなくなっちゃったの、あんたたち知らない？知らない、何言ってんのこいつ。現実から目を背けれんなよ。ジオットがお待ちかね。なんで知ってる俺が。このせーの、ラリホー。よし、オッケー。ドアオフの合言葉、無事でよかった。2階、ここ行っちゃいけんの？あ、大事な部屋しかないんかいな。もうそこはドアフのノリじゃないやな。無理だよな。何やこれ、道具屋。たけえ万能薬、そんなすんの？予想、あ、ハイポーションある。ハイポ、ハイポ、ハイポ。ハイポ、ハイポ、ウォーホホー。すいませんでした。あ、え、あ、こんなんできんの？すいませんでした。マジかよ。やっぱきついな、アイテムないの。いや、これ今知ったわ。10個単位でしか買えないねんと思ってた。40個買おう。これは？十字架って何にすんのこれ。何使えんのこれ。十字架？そんなさ、初めて聞いたんだけど、十字架って。ヴァンパイアみたいな。いや、死んじゃうよな。特攻じゃん。何直せんのこれ、十字架で。買うか。10個買っとこう。記念にな。やった、めっちゃある。めっちゃあったよ。また大事な部屋かいな。細かいな、大事な部屋。知らねえアイテム来たの。十字架マジわかんねえ。予想がつかんわ。どうせこれやろ、ドア、この剣のどれかがドアの絵の入り口みたいな、そういうやつでしょ。知ってんやから、分かってんだからな。ドアフが考えることってまるっと見た。あ、ジオットに会いに行こうか。じゃあとりあえずな、王の間。あ、勝手に。インペリアルクラス。ご無事だったか？あなたは？私はこの地底世界を治める重要な女王であった。やめなくしたのは？やはりそのことに気なすったか。やつら仲間に砲撃を受けておった。あれはまぁ、ちょ。4つのうち2つは、早いな。お、ドアを防いじゃない。シートばかり行かれちまったんです。はい、用意させれば応急処置ぐらいはできるじゃろうが、地底の溶岩の洗濯もね。ミスリーどうやって戻るんや、お前あんなところ。 DIY ナイスク持ってくるわ。バウンス、嘘やろお前。気をつけて。朝倉橋に掘れるのよ。いや、お前が掘り取る動きしてるよ。 DIY と別れた愛がねえな なるほどね、最強じゃん。え、踊り子じゃねえか。どんで壁薄いん、ここ何。お、スプライトが先導してる。おい、閉められたんやが。いや、どういう。誰、どういうこと、叫ぶんか笑うんかどっちかにしてくれ。人形が。あ、
ルカ、ルカの人形たち、ゴワーズが来たか。あいつ敵だったの、一人で認め違かったしな。なにこれ、何してんのお前。踊るね、カルコブリーナ、怖くて怖、可愛い人形さ。バカ、みのことがやってくるさ、カルサさ。戦うんかいこれ。はマジで、え、6人いるんだけど、そんな数おるって聞いてないんだけど。いやいやいや、予想外なんですけど、見破る使えないんですけど、祈るしかないんですけど。いや、まあ、いや、そんな強くない、高烈やからか。祈りってなんだっけ、回復、ちょっと回復じゃなかったっけ。そうであってほしさある。いや、めっちゃ殴ってくるやん、いい関係せい。よし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 、祈りは手に届かなかった。悲しいっす。効率におるっていうのが痛で。めっちゃ殴ってくるんやけど。これずっと祈ってたら熟練度みたいに上がっていくんかな。隠しステータスみたいな、なんかよくわからんけど、その辺は。あいつ一生、高島屋一生飛ばん。飛んだ。届けよ。高島屋は届きそうな勢いで飛ぶのに。久々にこんぐらいのダメージ。なんかだんだん強くなってってない、こいつら。どうして？じゃん！え、後ろ強いや。後ろ強いんやが。これやばいんじゃない？とりあえず祈るだけ祈ってみようかな。人形が合体してる？え？キモでかは？いや、あっとらん、あっとらん。一生、三段払えないか、こいつ。我慢。これスプライトここは役立たんやろ。で、ブリン！パパラ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 。パラ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 、あ、プロプロプロ、ミスった。ラストハイポーションや。まず戦えるな。なんかコメントを見たんですけど、唯一あったコメントがね、瞳？誰のこと言ってん？あ、違う違う、混乱しよった、やばいやばいやばい。あのコメント見たんですけど、プロテスは1回だけだとそんな意味ないよみたいなこと言われて書いてあって、だから今重ね掛けをしてるんですけど、まあ、効果があるかないかはまあ置いといて。は？何してんこいつ、お前自由かよ。いや、ジャンプケアル、おー、そこ1点。はい、混乱ってどうやって直せんの、祈りか。ペペ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 、オッケー、死んだぞ、ちょうど食らって、あり、それそんなんあり。ペペペペ、キャルラ、キャルラと回復ション。いや、回復量高いね、いいね。もう完全スプライトはアシストです。一発でかすぎるやろ。誰？おい！何をやっておるのや、こいつら。
早く急いで飛べ。オッケーオッケー。あ、この人殴るか。はい、起きろお前、目覚ますか。オッケー、オッケーオッケー、十分十分。ライブラ、あれなんで、あー混乱の時のあれか、動作が入ってたんか今。おバカ、よしよし、最強のアシストやなスプライトは。あーきつい。はい、これで全回復いいんじゃない。あ、よっしゃ、オッケー、バルス上がる、エスナ覚えた、スプレート上がる、何も覚えない、あそこから上がる、高島屋上がらず。報告済み、敵を撃ってもらうよ、ゴールベーザ様。何お前テレポ使えんの、何久しぶりだな。でー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 、早くない、いや劣勢に次ぐ劣勢なんやけど。あのメテオの使い手ももういまい。私がなぜクリスタル集めるか教えてやろう。光と闇を合わせてやつにクリスタル。それは封印されし月への道、バブイルの塔を復活させる鍵なのだ。月には我々の人知を超えた力があるという。このクリスタルなのため、残すところはあと一つになっちゃう、最後は贈り物だ。え、何すんのお前、ゴルベーザ何ができるのお前ら、お前にさ、俺ジャンプすっけど、お前ジャンプすっけど、お前ジャンプできるの、わからん、よくわからんこと言うのやめてよな。あ、殴っちゃった、あ、殴っちゃった、これいいのか、これ殴るはいいんだ、はっはっは。なんで笑ってるこいつ、これがお前たちの力か。いや、じゃあ朝倉のさ、朝倉のってなんか俺らの力の全てっていう風に扱わないでくれます、やめてくださいよ。呪縛のレイ、なんだそれ、動けぬ体に残された瞳で真の恐怖を味わうがいい。何すんの、マイレ黒竜、お前比叡みたいなことやんのかよ、召喚、うわサイバードラゴンや、黒い牙、え何すんの、えデス、やばい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 、デスってかキルだなこれ完全に、嘘嘘嘘、高島屋タイミングを、バルーサ続きはお前だ、高島屋の気持ち考えてあげて、高島屋知らない間にこんなことなってんだから。え消えたんやけど、えあああああ、シルドラ、シルドラなんやけど、ミストのお母さん、黒竜、えリディ、リディアだから、あ未来と来たね、誰、何起きたのこれ、ドラゴン、黒竜を霧の力で消し去るとは、ミストのお母さんや、未来のお母さんや、ええ大丈夫、もう動けるわ、誰誰誰その声は、入れ替え激しいな、二人死んでるけど、おい未来ちゃん来たー、ででうわイフリートとか覚えてる、召喚師として三択か、いで、地獄の火炎くらいなさい、すごい、私が負けるとは、うそやろ、ゴルベーザ一発で、ゴルベーザ一発ってなんだよ、イフリート一発で、わあすげえ、ちょヤンとか死んでっけど、まあいっか、ここイベントなんかな、これ倒した、ゴルベーザ倒したぞ、未来あなたのおかげよ、でもその姿はリヴァイアさんに飲み込まれて限界についていかれてんの、あ言ってたやつか、下の幻獣たちが住む、そこで幻獣たちが友達になってくれたの、白魔法は使えなくなったけど、その分召喚と黒魔法の腕は上がったわ、でも限界はこことは時間の流れが違って、それで大人に、バルンさん、この子はミストの村の未来だ、あの子供、
これは驚いた。でもなぜ僕たちを？僕は君の母さんを。言わないで。限界の女王様に言われたの。今もっと大きな運命が動いているって。私たちが立ち向かわなくちゃいけないって。未来召喚師未来がどこに行った？ DIY どっか行っちゃったわ。私は死なぬ。いいよ、もうこの場面終わったから。え、何その形、気持ち悪い。何それ。ちょ、僕右腕だけだってるって。右腕ふよふよしてるから。ルネシティみたいな、ルネジムみたいな動きしてんのお前。おい、嘘でしょお前。クリスタル取らずに戻ろうとしたんかよ、バカかこいつら。取ってから戻れよ。すいません、俺ベザーの手に行っちゃいました。まあもう俺ら全員そこ行こうぜ。集まったらいけるやろ。南西にある封印の洞窟。封印の洞窟か。ああ、わかんない。なるほど。バブイルの投入。逆に7つ取っちゃうみたいな。すげえ、フリーザ戦や。あー、なるほど。ゴルベーザの家今しかない。やるか。敵の基地なんでしょ。行くか。え、あよし。あ、申し訳ございません。なんか録画容量足らずってことで、ちょっと動画が途中で止まってしまいました。すいません、変なことになりました。はい、やっていきたいと思います。続きね、やってみます。頼むぞ。この城の地下に抜け道への入り口がある。支度や敵地が意外で5分になってやるぞ。お前大丈夫？なんか、あ、知らなかったな。死んどるで。おい、未来なんかすげえギリチクなってる。いいね。大人びたな、お前。大人びたせいでなんか顔もちっちゃく見えるよ。レイズ使うか。レイズぐらい使えるやろ。そう。じゃあいいや、ちょっと宿屋行こう。仕方ねえわ。どっから行く？こっちは行けない。あ、行けるようになってる。まあ、宿屋だな。まず宿屋だ。で、宿屋で回復して、もうセーブで今回終わろうかな。なんか容量もやばいみたいな言ってたし、言われたし、ちょっとそう、高え。600は高えな。一人なんぼや。150円なりはい、よし、出発だ。いろいろ行けるようになったけど、一旦外出てセーブして終わります。次回じゃあまず行けるようになったその階段をねチェックして行きたいと。その後、ま、地下道、うん、なんかどこ行くんだっけ、そこ行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。 DIY 名前変えた瞬間どっか行ったな。でも誰も DIY のことなんてもう覚えてないよ。未来が来たからさはい、じゃあこのトートクロワッサみたいな山の横で終わりましょう。お疲れ様でした。バイバイ。